松本里奈、ああ、播磨菜々だ、そして女性タレント、この3つでね、牛太郎と一緒に30年前を見ていこう。一緒にね、懐かしいって言おうね。まず松本里奈さん、この人が30年前の今日生まれとるんよの。この人綺麗じゃの、お姫様みたいじゃね、いうことで始まりました。30年前の今日、平成5年9月3日の新聞や出来事、これはね、わしが毎日ツイートしとるこのツイッターのアカウント、これが元ネタじゃけ、こちらの方のフォローもお願いします。よし行こう。そしてこれ、ああ、播磨菜々だ。これが30年前の今日、メガドライブゲームソフトが発売されとるんよろ。わしこの漫画大好きじゃったわ、本当に。30年前言うたらね、若鷹ブームで相撲が人気あったんよろ、本当に。続いてこれ、葉野亜季さん、この人が30年前の今日、新聞広告フライデー、なにわのキョンキョン、葉野亜季が暮らすごつい芸人いうことで、噂になっとるの。なにわのキョンキョンって言われとったんじゃない、わしゃ知らんかったわ。でもね、当時テレビ界でね、若くて可愛くて関西弁を喋るいう人あんまりおらんかったっけね。なんかね、人気あった思いますよ、いうことでね。以上、30年前の今日でした。明日はなんとね、あの名曲が発売されとる。ああ、もう少しでいい。言ってしまいそう。もう少しで言ってしまいそう。まあ、でも言わんけどね。答えはコメントで。明日も見てね。ほいじゃの。